3.11 で要するに水産会社だったり養殖場だったりを全てなくして家族と暮らしてたんだけど、その家族の方もここで被災地では何もできないので移動することになって、残った家に私一人が残ったと。でそれでじゃあこれからの仕事とか会社の立ち上げたとかいろんなことを考えていきながら、ただじっとしてるわけにはいかないので、なんか仕事したいなっていう思いがあって、ボランティアさんに来てくれる方たちの、要するに泊まる場所が石巻でもどこにでもなくて、仙台に戻るとか山形に戻るとかしてまた次の日来るっていう体制だったんですね。でトップの方からスタッフがどっかいいとこないかという話がその中で聞こえたり、チラシが出たんですよ。それが私が目に留めて、えっと思ってお話したんです。こういうわけでこのぐらいの広さなんだけど、よかったらどうぞ使ってっていうのがきっかけで、ボランティアさんをとりあえずここに私をお勤めしたままで、お部屋をどうぞ使ってくださいというふうに NPO さんの方にお話をして、 NPO さん管理の中でとにかくここ使っていただいてた。ただ泊まるとはつまんないでしょうっていうのが発想ですし、私の目の中でこの養殖に関わってきた人間なので、それとコラボできる、つなげたらどうなんだって発想になって、で石越さんに今回参加しました。女の方は私2人乗るんで、全壊区域で部落そのものが消滅した形になって、そこの部分は全然なんだろう、復興してませんね。今日行って多分行った方は分かると思うんですけど、うちが建つわけでもないし、防波堤護岸、護岸工事も一部しかやられてないし、また海の底の方も落ち着いてる様子もなくて、ただ漁業をやっていく方は不便であろうが、桟橋がまだまともでなかろうが、海にはある程度の投下してますので、生産性は生まれてきてますけど、住むことに関しては正直言って全然何も復興してないと思います。ただまず食べることが先、食の方が先で、生活基盤が漁師なのでっていうんで動いてると思いますけども、まあうちもそうですけどね。なんだ、加工して売るとかっていうのができなくなってる、工場が足りなくて。だから販路は多分生産性が出てきたんだけど、売り先がなくてちょっと悩むっていう漁師さんも出てきてますので、バランスよくはまだまだなってないですよね。で今日行った伊古浜も30何軒の漁師さんがいらしたんだけど、3分の1に減りましたから、今10軒ほどですかね。だからそういうこと聞いたり、隣の浜がもう3人しかしないってこと聞くと、どんなふうな形になっていくのかちょっと私にも分からない、不安は不安です。いや、全て今日の一日はツアーするのにはいい塩梅だったような気がします。天気もそうですし、逆にウニの開口がネックかなと思ったら、お客さんに見せることができて、
漁師さんがあんなふうにどうぞって言ってくれるその触れ合いの形もあったりして、私とすれば一番いい形で収まったなとは思ってますけども、嬉しかったです、あの感激は。 いや、参加した方たちの喜んだことはそのまま私に伝わってきましたので、ああこれ続けていっていいのだなっていうこともあったし、あとアドバイスとして規模のことだったりとかね、お話を受けてまた違ったことを考えられる工夫もできるっていうふうなところに置かれて、すごくいい一日だったとは思ってます。これから続けていきます。アドバイスを受けたことを少し考えに入れて、じゃあどうしようかとか、誰の力を借りたらどうだとかって思いながら行きたいと思ってますが、そうするとどんなふうにしてあげたらここをどう生かすかっていうと、観光で来てくるっと回って疲れて帰ったらここにおいでみたいな、向こうに泊まってまた次の旅立ちをしてくださいみたいな宿に泊まる場所になってくれればいい。この残った家をどう有効にみんなに使えるようにするかだけが最終的ですね。だお茶飲みに来て人が集まる場所になってて、ここから要するにこの談話室も前は用意しなかったんですよ。下は全部私のプライベートにしようと思ってていたんですけど、泊まりに来る学生さんたちが、バックパッカーだったり大学の教授だったりするとここに全部集うんですよ。でここでいろんな話が出てくる、そこからまたつながりができていくっていうのを、要するに私も入れさせてもらうっていうのは話になったりするので、ああこういう使い方してもらうといいね、ここからいろんなものが生まれるといいね、逆の私が望んでることにこんなことあるよって教わることも私にもいいし、要するにその場所であってほしいのが最終です。息絶えるまでやれって言われたんで、お客さんに それはそうだけども使命かと思ったり、でも命いただいたことと、この前回とは言われたうちがたまたまこれだけ大きかったりもあって、そういう使い方ができる状況で残ってくれたことも、もしかしたらなんか自分がやんなきゃない、最終的にねしなきゃないものとして残されたのかなと勝手にいいように解釈しています。うん。